変わってるこれ。ちょっとバブルに言いますね。なんか今日キラキラしてる。クマありがとう。クマ寒い。ありがとうくま、だるまもありがとうございます。寒12度とか寒いわ。これでかミラバありがとう。3匹のくまありがとう。そうです、今日は鍵穴今日ね鍵穴してて、鍵穴してる時に生、ね、近くにその劇場のスタッフさんがいるんですけど、今日言ったやん、なんか実は K2 に入って初めての鍵穴ですって言ってたらめっちゃびっくりしてて、さすがに笑っちゃったみたいな顔しててそんなにと思って、でもまあ初めてでした。ありがとうくま。すごい、でもね、ミワさんがね、最後ね、褒めてくれた。ええこと言ってたやん、って言ってくれました。クマ、ありがとう、クマ。ありがとう、クマ。そう、初めてだったんですよね。鍵穴だけでなく、その、公演の締めの挨拶をするっていうのが結構重大な役目でして、すごいね頑張って練習しました。たくさん考えて、なんかなんて言ったらいいか分かんなくて、たくさん考えました。ありがとうくまです。たくさん考えてたくさん練習した結果、今日だって公演前ずっと一人でブツブツ言ってたもん。マジずーって言ってた今日ウィードンと出る前もずっと言ってたし、いいねの前もずっと練習してた。まあちゃんと言えてる、言えてたかもしれないですね。別に今日がこういうの得意、なんか不得意ではないんですよね、こういうの多分文章とか言うの。ありがとくま、あんまり不得意なわけではない、苦手なわけでもないんですけど、すごく今日は緊張しました。転生よかった、嬉しい、挨拶うるうるしちゃった。すごいね、前の方ですごいうんうんってうなずきながら聞いてくださってる方がいて、すごい嬉しかった、心強かったです。とってもありがとう。3匹のクマありがとう。今日の転生可愛かった、自信ある。なんかゆきさんに本番前行ってきますって言ったら、なんか一番可愛くやってきてって言われたから、一番可愛くやってきました。そう、僕らつなぐものはなんかおしりんさんがもう次で最後と思ったら、この仲間とならでおしりんさんの方を見るところでめっちゃ泣きそうになった。今日はね、あやめろさんがポンポンしてくれて嬉しかった。転生かわいすぎた、だしょーだしょー今日の転生もね、かわいかった、自信あります。本日初めましての決行演でしたが、とても楽しかったです。よかった、初めてですか、嬉しい。絶対にまた来てくれたら嬉しいですし、本当にもう一人でも多くの人に見てもらいたいから、もう本気でみんな友達とか連れてきてください。見てもらいたいよね、やっぱり K2 公演ほんまにめっちゃ思う。アーカイブ見ててもめっちゃ思いました。3匹のクマありがとう。心拍数が増えすぎて嬉しいな、楽
しかった今日も。ありがとうくま。折り面じゃない自分が言うのもあれなんですけど、でもやっぱり一人でも多くの人に見てもらいたいですよね。良すぎる。今日が本気で大好きなんですよ、時間がない公演が。マジ大好き。もう本気でやるたびに毎回大好きだなって思うし。ありがとうくま。ねえ、めっちゃ大好き。かっこいいし、かわいいし、全部大好き。ユニットも全部やりたい。できないかな。11周年クマ、ハートありがとう。寒い。うん、そう、見たことない人にも見てもらいたいですよね。今新大阪着いた。名古屋また行く。待ってるね。待ってるからね、名古屋で。ぜひ大阪にも行かせてください。でもね、今日は久々に来てくれて嬉しかった。知り合いにご了承いただいたので通知行きます。嬉しい。楽しもうね。可愛くして待ってるね。感動してくれました。よかったよかった。すごいたくさん考えたので緊張したな。なんか今日は影穴だったから一生緊張してた今日の公演。まあだけど何事もなく無事終わりました。やばい、今日めっちゃ寒いねんけど。レインボースターありがとう。ふーちゃん鍵穴大卒もあって最高でした。よかったよかった。今日はきょうちゃんデーでしたね。ありがとうくま。でね、今日もね、なんとプレゼントがいました。じゃん。もう開けちゃってんやけど。え、かわいい。やばい、待って、めっちゃかわいい。マジでかわいいねんけど。ありがとう。フラダンスキティ、ちょっと待って、かわいい。貝殻ビキニやばい、かわいい。というか日焼けキティ大好きやねん。めっちゃかわいい。なんかこれにも見える。届いた、嬉しい。お手紙もありがとう。なんかすぐに見たくなるねんな。おおおお、嬉しい。嬉しい。素敵なお手紙もありがとう。フラダンスキティかわいすぎる。お、ミニーちゃん。ミニーちゃん隠してみるね。
嬉しい、ありがとう。なんだ、え、かわいい、待って、超かわいいねんけど、ミニーちゃんミニーちゃんのペンとメモ帳、かわいい、ミニーちゃん、え、嬉しい、これディズニーのお土産ってこと、あ、ありがとう、ありがとう、クマたくさん、しかもさ、めっちゃかわいいのあんねんけど、え、かわいい、やばい、これ付け方さ、わからんねんな、あ、こうか、できた、これ100匹の犬みたいな、100匹ワンちゃん、101匹ワンちゃんかのやつかな、100匹の犬はちょっと適当すぎた、101匹ワンちゃんでした、ありがとう、かわいい、ワンワン、おお、子犬になれるダルメシアン、実装それかわいい、え、かわいい、かわいすぎ、お揃いらしい、嬉しい、ありがとう、え、しかもめっちゃかわいいねんけど、マッチェ、マッチェ、めっちゃかわいいねんけど、やばい、マジかわいい、これじゃん、黒のリボン、めっちゃかわいい、今日かちょうどさ、白いリボンさ、なんか壊れちゃって、まあ多分なんかくっつけたらいけないけど、でもね、黒いリボン持ってなかったから超嬉しい、使います、マジかわいい、ありがとう、いや、ヘアアクセサリーとっても嬉しい、嬉しい、本当に皆さんありがとうございます、宝物が増えました、いいな、ディズニー行きたい、ディズニーでも行ったんですよね、ディズニー行ったって話したっけ、あのリーナとユーネが同じカチューシャをつけている投稿をしていましたね、それでもしかして親ってなった人はいないんじゃないでしょうか、 いないんじゃないですか、 いない、いるのではないでしょうか、実は3人でディズニー行ったんですよ、ユーネとリーナと、マジで謎コンビなんですけど、前日に決めました、てか京香が飛び入り参加してちょっとそれで行ってもらったんですけど、京香も仲間に入れてくれた、なんかほんまにたまたまいつも通りユーネとご飯食べててみたいな、でなんか行くねみたいな言ってて、え、京香も行きたいって言って連れてってもらいました嬉しい話、そう、ふっからすぎるよな、マジ前日に決めたもん、ディズニーに行くこと、めっちゃ楽しかった、いや珍しい3人すぎるよな、2日間ぐらい、丸2日間ぐらい一緒におった、結局楽しかった、お、確かに最年長最年少、もうほんまにたまたま、なんかもともとは2人で遊ぶ約束してたらしくてね、ユーネとリーナで、でそこに私が加わったとのことです、マジたまたま、たまたまっていうか、まあ当たり前にユーネとご飯食べてたんですよ、いつも通りそしたらなんか行くっていう話をしてたから、連れてってくれよと、ありがとうクマね、行ったんですけど、ランド行ってめっちゃ綺麗やった、もうほんまに美しかった、ランドね6月ぶりとかなんですよね、実は半年ぶり見て、もうめっちゃ楽しかった、ランド大好き、てか今日かマジでチャイナボイジャーが大好き、
なんかラーメン屋さんがあるんですよ、ランドの中に。でなんかそこに麻婆豆腐の麻婆麺みたいなのがあって、カムクラやんって、マジ美味しかった。杏仁豆腐も美味しいし、蒸し餃子もめっちゃ美味しい。でおすすめです。なんかいつも食べちゃうディズニー行ってラーメンってなるけど、ほんまに美味しいんですよ。なんかめっちゃ大きいお肉が乗ってるやつも美味しい。優しい味して、うわラーメン食べたいな、ラーメンが食べたいのかも。でもねめっちゃその日人多くて、もうご飯食べるのにも一苦労で大変でした。ありがとうクマ。次は C に行きたいな。いやでもねランド、なんか C の方が今ファンスプとかもできて、何より今日からソアリンが大好きなので、あとビリーブがマジで好きでね、いやーちょっと C 派やな、圧倒的 C 派やなってなってたんですけど、久しぶりのランド、半年ぶりのランドが楽しすぎて、ランド幸せってなりました。てかなんかプロジェクションマッピングみたいな、うん、マジすごくて、なんかシンデレラ城から花火が出てて、えってすごかった。マジでねなんか魔法かかってた、花火がキラキラしてて、魔法ってなった。魔法かかってたな、やっぱり。え、あとね美女と野獣初めて乗ったんですよ。やばかった。ちゃんと映画見てから行ったからめっちゃ楽しかった。それはやっぱ映画見てから行った方がわかるからめっちゃ楽しいと思う。すごかったマジで。今日は最高の誕生日になりました、おめでとう。本当にそんな大切な日に京花に会いに来てくれてありがとう。今年もよろしく。いや美女と野獣やばかった。なんかマジで魔法かかってて、ネタバレになるかな、でももうだいぶ経ったよなあれできて。なんか野獣がなんかくるくるくるってなって、キャーってなるところがほんまにすごくて、もうマジでもう理解できひんぐらいすごくて、見てるやん、見てたらくる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 キャーってなんねんな。それがマジやばくてほんまに感動した、すごいってなりました。おすすめ、ぜひ映画見てから。もうほんまにすごいね、なんかもうめっちゃリアルで怖いもん、なんか普通にえ怖い、でかっみたいな。ベイマックス乗ってない、なんかめっちゃ混んでた、一回も乗ったことない。あるありがとうクマ。今度友達と C 行こうとしてる、いいな行きたい、一緒に行こう。俺からもよろしく、ありがとうクマ。満を持してきょうちゃんとのツーショット申し込むか、来てくれる、一緒に写真撮ろう。ランド行ったりスペイン村行ったり、そう楽しそうやろ京花最近。そうなんですよねありがとうクマ。今月ほんまにねめっちゃアクティブ、幸せなのかも。なんか別に言うことなかったフフフフ。今日はね高めツインにしたんだ、世界一幸せもんだ自分。素敵、そう思えるって素敵じゃない。ありがとうクマ、かわいい。みんなは幸せですか？一緒にお写真撮れる？ちょっと調べてこないと。
キャー、来てくれますか。今ならどの部も受付中です。ラーメン食べたい。ゆうちゃんに出会えて本当に、いやーなんかそんな風に言ってもらえるなんて本当に嬉しい。ありがとうクマ。出会えてよかったと思える人に出会えるって本当に素敵なことですよね。幸せなことですよね。運命ですよね。みんな共感を見つけてくれてありがとう。なんか今日めっちゃ思った、 K2 に出会えて幸せだなって。で、あのその締めの挨拶を考えている時に思ったんですけど、ちょっとさすがに重いかって思ってちょっとさすがに重たかったな。うん、ほんまにそれぐらい大好き、愛してる。SKE になってK2 に昇格できたことって結構運命じゃない。きょうちゃんに出会って人生変わってくれる。マジ？きょうかってそんなにさ影響力っていうかなんかもたらせれてるのかな。きょうちゃんと出会ったことは運命。いやマジで運命ありがとうくま。やっぱりステージに立つと楽しくていろんなことを全部忘れれる。だからこの時間がすごく好きだなと改めて思いましたね今日。 QOL 爆上がり、それめっちゃ嬉しいな。クオリティオブライフ、 QOL 爆上げしてこう。そう、プレシャスの3人組セット、今日かの初日プレシャス以来じゃないかな。 QOL の意味初めて知った。クオリティオブライフです、多分ね。プロフェッショナル京ちゃんに圧倒されました。プロフェッショナル、いやでもなんか誰かにとってそんな存在で荒れてるなら嬉しいですね。でもやっぱり実感がないからそんな風に言ってもらえてもなんかどこかで疑っちゃう、ほんまかなみたいなでもやっぱそんな言葉をもらえるだけでもすごく嬉しいことですね。不思議、また未だに不思議な感覚である。サイリウムオープン、ありがとう。きょうちゃんから元気もらえてますか？みんなは。きょうかってさ、なんか人に元気を与えれてるのかな？結構気になるそこ。ハートありがとう。きょうかはわりかしいつでもまあ元気なことは元気なんですよね。なんかでもマジで人と喋ってないといけなくて、きょうか。結構一人の時間がめっちゃ好きな時もあるけど、ね、ほんまに喋ってたくて。喋ってない時は元気じゃない可能性もあるんですけど、でも基本いつでも元気ではある。ありがとうクマ。よかった。なんか誰か一人にでもね、やっぱそういう存在で割れるならすごく嬉しいことですね。
思議だな、なんか自分なんかがそんな存在っていうか、そんな風に思ってもらえる人になってるなって、不思議な感覚ですね。一日で結構京ちゃんのこと考えて、結構嬉しいそれ結構ね、結構、あ、結婚して、やばい、今日見てなかったこれ、なんか目薬なかったから無理なのよ、なんか目薬なかった、劇場に置いてきたつもりやってんけどなかったんですよね。京ちゃんで会ってなかったら元推しと一緒にいましょう、卒業したかも、これからも俺と一緒に人生歩もう、京ちゃんをもっと世に広めないと嬉しい、もう広めたいところですね結構ね最近考える、いろいろなんか自分のことをもっと知ってもらいたいとか、それこそ今日言った通り時間がない声をもっと一人でも多くの人に見てもらいたいってめっちゃ思うんですよね。キティお揃いから結婚しよう、めちゃくちゃやんごくま、ありがとうくま、すごいな、のんびりお風呂入ってたら遅れたお耳は101匹ワンちゃん、なんかね今日もらったやつつけました、早速101匹ワンちゃんです、1匹ワンちゃん、ワンワン、斜め上いけてる、嬉しいな、お腹すいたな、先生に高めついね、いいよな、今日もね可愛かった自信あります、転生だからね早くアーカイブ見たいんだ、ほんまに転生楽しい、でかね時間がない公演のユニット全部やりたい、間に合え、ゴフォーザやりたいし、衣装がね可愛い、とっても京ちゃんみたいなぶっ飛んだ犬え、嬉しいな バレてる、ありがとうクマ、ゴフォーザはね衣装がかっこよくて曲もかっこよくてやりたい、ゆきさんとそう一緒にやりたい、絶対に、つらーい、アップルもシャンシャンと一緒にやりたいし、かわいい、アップル超好き、かわいいとね、空の青さも昨日空の青さの歌詞について考えながら寝たぐらいめっちゃ好きなんですよ、歌詞が、なんか歌詞結構なんか自分とも共感できるのが結構多いなってかわいい、あなたたち大人が嫌いって結構教科言ってそうじゃない空の青さ説明する、あなたたち大人が嫌い言ってそうだなーってちょっと気づいて、やりたいなーって思いました、あ
ありがとうくま。いいよな、めっちゃいい歌詞。ハートありがとう。いつかやってみたいな。似合う？似合うかな。ほんまにいつかやってみたい。ユニットシャッフルとかあったらいいな。なんかやったことないユニットをねやりたい。全部のユニットやりたい。つけ麺食べたい。泳ぎ得意そう。ブッブー。まだまだ強化のことが分かってないな。強化はこれも多分何回か話したことあるんですけど、ショールームでね、多分ほんまに今日泳げなくて、小学校の時なんか泳げなくて、でもなんか、まあ、今になって気づいたことは、泳げないんじゃなくて泳げないっていう自分の固定概念にちょっと気を取られすぎて、なんか泳げてなかったんですけど、マジでね、今日小学校の時ね、毛伸びしかできなくて、なんか泳げへん、自分は泳げないからって思ってたから、毛伸びしかできなくて、めっちゃ毛伸び頑張って、その代わりなんかテストみたいな時にね、3メートル行きました。強化の記録3メートルでした。で、ほんまにすごいことがあって、なんか中学校の先生、中学校の体育の先生マジやばくて、なんか私が担当したらもうみんな絶対25メートル泳げなくなるから、泳げるようになるからねみたいな感じの人で、しかもなんか結構怖くて、なんかこれ25メートル泳げへんかったらこの先生の史上初史上初25メートル泳げなかった女になってしまうのかって、ちょっとその先生のね、やっぱ期待というか自分への信頼度をやっぱ裏切るのはちょっとかわいそうだなと思って、なんか25メートル泳げるようになった。多分結構その先生のおかげで、なんかその先生の教え方がどうとかちょっとあんまり覚えてないけど、まあそのなんか怖かったからこれ泳げなかったらやばい、やばくないみたいななって、でなんかでもなんか普通に息継ぎの仕方わかったんよ。パーってなんかクロールしてパーって言って、なんか息継ぎの仕方をまず覚えて、でまあなんか結構地面と一対一で泳ぎ続けて、パーって泳ぎ続けて、なんかふとした時に地面見るのやめたんですよ。でめっちゃまっすぐ正面見たら、なんか壁があって、えみたいな、今日があって3メートルしか泳がれへんのに、もう25メートルの壁を目の前にしてるのかってなって、なんかそこで気づいたんですよ。壁があるってなったら、もうここまで来たら行くしかなくないみたいになって、行ってみたら25メートル泳げたんですよ。マジ感動した、あの時もう本気で感動した。だからもし、まあもうここに小学生いないと思うんですけど、もし今ね小学校とか中学校とかでマジ泳げなくて困ってる人は、下を向くんじゃなくて前を見てみてください。こうやって泳いだら壁があるから、結構こう頑張ってたら近づいてくるやん壁って。だからああもういけるわってなるんですよ。で次はパーね、です。
別に水が怖いとかそういうのではなく、マジシンプルになんか息継ぎの仕方知らんかったっていうのはあります。なんならねプールの授業はね結構好きだったはず、楽しかったもん。なんか小学校の時までさ、なんか貝殻とかをなんか拾ってみようみたいなんでめっちゃぬくぬく育ったのに、中学校になった瞬間急になんか私は絶対みんな25メートル泳がせるからねみたいな、25メートル絶対みんな泳げるようになるんだからねみたいな感じで、マジミスったみたいな、怖ーってなってた。焦ったよねあの時は。結婚はちょっと目薬なくしちゃったんでできないです。平泳ぎできない、なんか沈んでいく。クマありがとう、クマハートありがとう。下を向くな前を向け、そう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 、そういうことなんですよ。なんか水泳と人生って通じるものがあるなって中1ながら感じましたね。そこでありがとうだるま。懐かしい、ハートありがとう。バタフライすごっ、やり方も分からへん。なんかとにかくこうバシャバシャ系の泳ぎ方っていうのは分かるけど、どうやってなんかどうやってああなってるかちょっとほんまに分からへん。すごいわ、泳げる人羨ましいって思って、赤ちゃんの頃に水泳習うべきだったなって思いました。170m やばっ、教科以上やん、怖い怖い。いやちょっともうプールにはもう入りたくないな。メートル170m はやばいわ。ありがとうクマ。いや水泳絶対習ってた方がいいと思った。0歳から習った時だから、0歳から、0歳0歳0歳って水の中入れんの、すごっ。0歳からプール習うことって可能なんや。そう、教科はダンス5歳からやってた。だって物心あったもん、5歳はさすがに普通に見てえこれやりたいなって思ったもん。でもなんか今日が人がやってることとか人が食べてるものとかなんか全部欲しくなるタイプなんですよ、ちっちゃい時から。だからなんか家族がなんか食べてたらなんかくれよくれよって言って、なんかパパのおつまみとかくれよっつってちっちゃい時からまあそういう性格してたっぽいから、だからなんか人がやってんの見てこうやってやらせてくれよってなって今があるみたいな。だからまあそんな性格もたまには役に立つなって思いましたね。泳げたら何かと生き残る確率上げる、まあ気合ですね正直。寒い寒い、でも今日ほんまにダンスしか人生習ったことなくて、ピアノできる系の女の子羨ましいなんてちょっと思った一瞬ね。なんかおしとやかな感じするやん。ピアノいいよな、ピアノとバレエよくない、めっちゃ定番な習い事。またこの後気温上がる、えそうなん、見てみよう。お腹ちょいた、ほんまや、なんか一日だけ、あ、雨？うーん、なんとも絶妙な。え、ピアノ弾けんの？大
体育のダンス無双してた。なんかでもあんまりなんかなかったダンスでも、なんか今日かなんか仕切るの苦手で、めっちゃなんかダンスめっちゃやってたけど、なんかクラスのなんか代表としてなんかダンスの振りを作ってみたいな言われた時に、なんかバカ難しいダンス作った記憶ある。もうほんまに今日かもうずっとき、もうちっちゃい時からさダンスやってるからさ、なんかその体育用のダンスがマジで作れへんくて、なんかめっちゃむずいむずいって言われた記憶あるわ。でもそれもなんか自分の意思でやったわけじゃないんですよ。体育の先生に選ばれて、そうなんか分からん、なんか恥ずかしくて、結構恥ずかしがり屋さんとかあるんかも。なんかクラスのみんなにダンス教えるのとかめっちゃ嫌やったし、もうめっちゃ最悪やった。投げチューしてチューチューチュー。だけど、まあ、なんか難しいダンス作った記憶はあります。結構おもろかった。だからなんか普通に当たり前にむずいからできひんやんか、だから結構面白かった。ごめんなさいってなった。すごいよな、あの時どんな感情で何作ったかも覚えてないわ。もうほんまに最悪やった、あの時。もうほんまにそういうの苦手、なんかダンスできるからみたいな、今日かダンスできるやんみたいな、ダンスうまいやんみたいな言われるのがマジやった高校の時。悪夢よみがえってきたわ今日かの人生。なんか結構なんか悪夢多い。ありがとうクマ、懐かしい。それでもひどくない、結構推薦じゃなくてさ、ちゃんと本人の意思でやらせてほしかった。なんかそういうのやりたがる子おるやん、たまに私やりますみたいな、そういう人に任せてほしかった。いやほんまにそういうの苦手やった。 JK 京ちゃんの思い出、嫌な思い出、マジ嫌な思い出。創作ダンスやらされたこと、難しいもんだって。ね、振付師さんってすごいなって思うの。だってなんかその振付師の方ってあのダンサーじゃないですか、アイドルじゃないやん、わかんない、アイドルからその振付師になる人もいるかもしれないけど、まあ結構大体がさダンサーでみたいな方が多いじゃないですか。アイドルしたことないのにさ、なんかアイドルの振り作るのってすごくない？ありがとうクマ。全部すごい。ゲネプロの前日まで振り付けをってた。すごいよな。写メ会座りの日の服は私服です。どんな私服かって話かな。予定、どうしようかめっちゃ悩んでる。でもお出的には冬に、冬にツーショットっていうか、なんかこういうイベントなんつったらいいやろ、
冬にできる貴重な機会だから絶対にロングブーツは履きたい気持ち。ロングブーツ履いてると思います。ニットロングブーツな気がする。わかんないけど、でもロングブーツは履きたいところな気持ちではある。めっちゃ寒いよな。ってか普通に1月やろ、めっちゃ寒いと思う。え、てか普通にさ、なんかえ、ミミフィーユの衣装やばくない？え、待って、え、待ってくれ、1月なんか日程ツーショットが1月にあのノースリーブでさ写真撮ってたら結構やばくない？結構季節感やばそう。だってみんなはちゃんとあったかい格好してくれや、モコモコとか。案外室内暑くなるような、え、かな。でもなんかああいうだだっ広い会場ってさ、なんか空調難しそうじゃない？でもなんか別にそんなに、なんかそんなに凍えた記憶はないし、汗かくほど暑いこともないし、ちゃんと、まあ、空調すりゃあるんだろうけど。でもさ、京花のミミフィーユの衣装マジで袖ないんですよ、布なくて絶対寒いと思う。ニットにブーツ、ほな取ります。ぜひ、わかんない、予定は未定ですけど、まあロングブーツはさすがに履きたい。確かにカイロ、でも京花ほんまに暑がりで、だからまあいける気がする。今日がほんまに暑がりやねんな。なんか外で暑いのは許せるねんけど、室内で暑いのがマジ許せれへんくて、うん、どういうことって感じやねんけど。ありがとうクマ。いや今日が気合入ってるんでベンチコートなんて着ないですよ。みんな安心してください。しゃべかい申し込みました、嬉しい、ありがとう。スカイキスポ大丈夫かな。まあまあ大丈夫です。きっと今日結構暑いから、暑がりやから、ほんまに暑がりやねん、やばい、もうずっと暑がり、もうほんまに人に迷惑かけるぐらい暑がり。いやお腹こす壊すこともないから大丈夫。夏大変、夏大変やけど別に夏の暑さは許せる。なんか許されへんのが暖房の暑さ、暖房めっちゃ嫌いで、今日か。なんか冬って室内とか暖房ガンガンやん。なんかもうほんまに暖房嫌いやねんな。だからといってまあ寒いのも嫌なんですけど、でもなんか服装でどうにかするから暖房ほんまにいらんかもって思っちゃう。てか緩くでいい、車内とかさ車の中とか、なんかもう意味わからんぐらい暑い時ない？たまにやりすぎやろみたいな時ある。そういう時ほんまに困る。もうでもね、営業家って絶対迷惑やねんな。うん、マジ今日が元気大丈夫でしたから。ありがとうクマ。暑がりすぎてなんかいつも暖房じゃない、冷房ガンガンにしちゃうねんけど、なんかでもガンガンにしすぎてさすがに寒ないってよく、暑ないって言って冷房下げて寒ないっていう係担当してます。本当にすいません。いや申し訳ないなとは思ってるよ。ありがとうクマ。やばい、ゴンちゃんのホット飲みたい、もうその季節やで。なぜか健康なの。そうやねんな、なんか自分がなんで健康なんかほんまに分からんくて、なんかだから熱出ることがなくて、まずだからなんかほんまに人の気持ちがちょっと理解することができないっていうのは結構心苦しい話ではある。マジで体調が悪くなることがなさすぎて、なんかほんまに熱出て大変みたいな時でも自分は熱出てる人の感情が分からんから大変そうだなとはまあ思うけど、分かるよ、辛いよねっていう気持ちにはなってあげられへん。サイリームありがとう。
どうやろう、いつまでも元気かな。でも今日がほんまに小学校の時から元気なんですよ。なんかさ元気すぎて恥ずかしい思いしたことあるもん、皆勤賞みたいな。なんか今日から6年間なんか違かったら申し訳ないんですけど、いやさすがに6年間か、なんか6年間小学校の時に6年間無欠席無遅刻みたいなんで表彰されたことがあってもうほんまにキッズの時から元気で、もう意味わからんぐらい元気なんです。もうつらい。え、待って、6年間やったっけ、わからん、嘘ついてたら怖いわ。でも6年間は持ってる可能性ある。全然覚えてない。でも小学校の記憶なんてもうないもん。ありがとうクマ、ほんまに3年間6年間、中学かな、分からんな。でも どうやったっけ、1年間、幼稚園の時かな、幼稚園の時か、幼稚園の時に無欠席みたいなやったかな、覚えてないけど、なんかそんなんで表彰してもらって、なんか小学校の時も1年間休まなかったでしょうみたいなの毎年もらってた気がする。結構恥ずかしかったもんな、なんかなんかみたいな。なんか元気っていうかシンプルに体調崩さん、もうほんまになんでかわかんない。別に秘訣ないです。強化の食生活全然めちゃくちゃやし、全然だって今日さ、今日がヨーグルトしか食べてなくて、そういえばやばくない、朝ヨーグルト食べて、あのね父安のヨーグルト食べました。ハニー蜂蜜とみかん、美味しかった。よくあの蜂蜜のやつ大好き。あとスタバ飲んで終わり。やばくないですね、食べるの忘れてた。お腹なんか今日すかへんかった。めっちゃお腹すく人すかへん日がある。甘おう美味しい。あと桃、白桃もめっちゃ美味しかった。ザクロも美味しかった。別に積極的に野菜を食べまくってるわけでもないし、もうほんまになんてかわかんないです。元気すぎてやばい。普通になんかマインド的にも元気なんですけど、確かに強化って常に元気かも。なんかあんまり元気じゃない時ないかも。なんかその気持ち的なのは置いといて。ありがとうクマ。あ、いえ、ネバネバ効果かな。でもね、とろろもうないねん。昨日の夜全部食べちゃった。マジで人生つらい。とろろ食べたい。不思議な生き物。いやほんまに不思議やで、ね、今日買って。結構ね、結構ねまだ知られてないのいっぱいある。深海ぐらいですね。まだみんな強化のこと 3% ぐらいしか知らないと思います。結婚はちょっととろろがないので無理です。ご飯なしでとろろ完食は怖い。さすがにご飯ありです。でもなんかちょっと気づいちゃって、強化なんかすりおろし器やと、昨日も分析したんですよ食べながら。すりおろし器でやるとなんか
とろとろになっちゃうなって思って。でも京子が求めてるとろろはシャキシャキなんですよ。ちょっともう一回お盆でご飯に行ってリサーチしてこないといけないんですけど、ブンブンチョッパーを買ってきて、それでブンブンしていい感じの度合いで食べたいと思います。多分それ原因はそれやと思う。なんならなんか努力が必要かと思ってみじん切りにしよっかなって思ったけど、オクラ会議しよう絶対に。オクラも大好き。あ、確かに叩くのもありか。極端、あ、この前超極秘なの。いやほんまに、だって寝る時の髪の毛のポジションなんてそんなん誰も知らんやん今日から。でもみんなは知ってるんですよ。それってすごくない？多分ね同期すら知らんと思う。評価のこと 100% 知ったらどうなるのかな。ちょっと嫌になると思う。ありがとうくま。そうみじん切りにしようかなってちょっと思った。でもね最近気づいたのがあって、評価長芋のキムチがねめっちゃ好き、めっちゃ美味しい。やってる？本当にちょっと確かにだいぶ嫌になる可能性もある。分からん、なんかでも自分でもあんまり分からん。なんか普通に自分のことってほんまに分からんくない？自分じゃ評価だけかな、やっぱ変なんかな。寝るときチクチク、そうなんよ。逆に髪の毛下ろした状態で寝れる人すごくない？だって寝返り打ってたらさ、なんかうーってなるやん。めっちゃ嫌そういうの。大嫌いだから全部上にこうピョーンってして寝ます。ありがとうくま。みんな今日未だ解き明かされてない教科の謎、解き明かしたいもの ないんですか？なんか今ならかな答える可能性ある。もうないか謎なんて、結構何でも知ってそう。ありがとうくま。ボディーソープはニベアです。めっちゃいい匂いやねん。どれか分からんけど、フランフラン好きってことぐらいしか知らない。フランフランはもうあったら入っちゃうよね。ユチャとシャーシャーはどっちが推し度強い？え、どういうこと？推し度って、あ、強化の推し度ってことね。コンタクトはモラクのなんだっけ、ブラウンバニーです。歯磨き粉使うよ。なんか白くなるって書いてるやつ。マインド見習いたい。強化のマインド、強化ってどんなマインドしてる？ノリとキエイト根性、ノリとキエイト根性って結構強化の今後の人生を含めても結構上位に上がるぐらいの名言やと思うんですけど、自分これ以上の名言出せる自信ないな。え、ノリと気合と根性やばくない？めっちゃいい言葉。今年のピーちゃん音小さめに改良されてた。え、つら。12月になったら出そっかな。好きなカレーの具、人参かな。
ピョウちゃんが言うと説得力ある。意外と根性あるんですよね、ギョーカって。でもほんまにノリやし、でも気合もめっちゃ入ってるし、しかも根性もある。マジで強化じゃない？なんかマジでほとんどノリで言ってるけど、ちゃんと気合と根性も入ってるよっていう。いや、いい言葉だなぁいい言葉だなぁ。いや、見習った方がいい。さすがにノリと気合と根性はさすがに見習った方がいい。なんか結構根性で言ってるところもあるから、なよなよしてたら根性足りてへんでってなる。でビビってたらノリが足りてへんよってなる。たまたま京ちゃんの書類見た時にピーちゃんにってびっくりした。あ、びっくりするんや、やっぱりありがとうクマ。勝った理由何だったかな。なんかやかましくて可愛かったからかな。ありがとうクマ。いや、暖房はなるべくつけたくないな、ほんまに好きじゃないから。なんか暖房つけるとなんかもわっするから。あ、そう、お箸の本数当てれる、すごくない？それマジ気づいたんですよ。なんかちょうど10本ずつセットしないとダメみたいなのがあって、それで掴み取った技なんですよ。その箱ひとまとめ、一個のまとまりに10本入れるみたいなのがあった時に、マジでやりすぎて10本いけるようになった。すごいよな。天才なんですよ。早くアーカイブ見たいな。え？なんかさ、さっきまで30分やったのにさ、もう54分やねんけど、早くない？早っ、急に早い。まだ強化の謎解き明かされてないのに。いや、ビビンバは混ぜるのほんまに得意すぎて、なんかビビンバ誰かと頼んだ時絶対混ぜちゃうもん。なんか我先に混ぜてしまうよね。ありがとうクマ。自信あるもんだって。ねえ、聞きたいことない？なんか逆にさ、なんか強化とか推しメンに聞きたいことに山ほどあるのにさ、みんなこういう時意外とさ聞きたいこと聞いてくれへんから。強化に興味ないの？布団はね、ニトリじゃない多分それでいいありがとうクマ。秘密？秘密？秘密？評価の秘密？実は寂しがり屋さんとか。今日はなぜついにしたかは、あの転生だからです。秘密ないねんけど。秘密って、だって言えんくない自分の好きなパーツ困ったなぁ。あ、口かな、分からんけど自分では。でもなんか安全に褒められた口。でも輪郭好き、自分の輪郭が好きです。口なんか褒められた感じに、だからそこで気づいた。あ、今日買って口かわいいんやみたいな。言われてみればって感じ。でもね、輪郭はね、めっちゃ昔からよく褒められる。いい輪郭してるらしい。ありがとうハート。
今日一日早かったな、ちょっと追いついてない自分。グミにして商品化して売りたい。怖っ。わかるその気持ち。いやわかるわ。やっぱなんかこういうの全部自分の推しメンと変換したらわかるね、めっちゃ共感。わかんの。ニカって笑った時の口が大好き。え、嬉しい。やっぱあと3分で終わるっていうのと同時にアーカイブ見れるっていうのがあります。ラーメンは何味が好き？なんか何やろ、決まってないな。なんか豚骨が好きかなと思ったけど、でもカムクラが一番好きやし、でも辛いラーメンも好きやし、ありがとうクマ、あと11、ありがとう。ギフト麺食べたことある、1回だけ。ほんまにね、美味しかった。もう1回食べた。唐揚げがねめっちゃ美味しかった記憶がある。ルシの顔までが好き。やばい、あと2分でアーカイブ見れる、楽しみだな。何から見ようかな。でもちょっと転生今日も自信あるので見てください。組分けレイブンクローでした。珍しい。珍しくはないか。道具会でやるつもり。聞くわ。天理ラーメン食べたことないからね。未発表のものまで自信作、マジ何でもできる。で、なんかあんねんな、一個思いついたの忘れちゃった。ほんまに何でもできる。ほんまに今日がね、特徴を取れんの。59分時間ないって。13位、レイ、12位、アキラ、11位、ユーちゃん、ケウカニ、10位、ワカ、9位、チュリアマ、8位、ワッチ、7位、ドンドロー、6位、ミッキー、5位、リニア、4位、ケータ、3位、オウマちゃん、2位、ウエモン、1位、村正でした。ありがとうございました。じゃあみんなアーカイブ見てください。寒いのであったかくして寝ましょう。おやすみなさい。バイバーイ。またねー。また明日。